ですそれでは8月5日朝5時のコインゲッコ見ていきましょう。いや、暗号通貨は全面的に暴落中ですよ。でも暴落は私はね、今止まったと思っています。今、底値になったんじゃないかなっていうところですね。まあ、この底値っていうのを見分けるのは非常に難しいんで、はっきり言ってね、勘ですね。今までの、今までの勘です。というのが、過去にも時価総額320兆円という時代ありましたんでね。当然、ビットコインが800万円を、まあ、上回る時代、これをね、 基地としたた時代もあったわけですよ現在ビットコイン900万円割りましたけどもまあ1000万円超えたのが当たり前だった時代がねやっと来たっていうところなんでまあそっからちょっと1割2割下にぶれるっていうのもまあない話じゃないかなと思いますまあそもそもビットコインの歴史をね3万とか5万とか10万とか100万っていうのをずっと見てきた私にとってみたら800万ってすごい時代だなと思うばかりでございますね はい。まるでですね、戦後のものの時代に生まれて、それから、昭和が過ぎて、平成が過ぎて、令和の時代に、猫も釈主もスマートフォンをね、みんな持っている。あの高価なスマートフォンを当たり前のように持っている時代が、いやー、豊かだなーっていうふうに思う、うん、戦後生まれの、そんなね、今、70代とか80代をお過ごしの皆様のお気持ちなんじゃないかなと思います。さあ、じゃあ、コインゲッコの方見ていきましょう。いつもの通り、コインの上場数、もうすぐ、 一万五千になるなっていうところと、取引所の数も1,150を超えて1,164となっています。じゃあ順調にこちらの上場してるコインと取引所の数は増えてるってことですよね。ただし、時価総額だけは悪いんですよ。これは取り物合わさず、ビットコインが引っこ抜かれたってことがでかいですね。というのがビットコインのドミネーションって相変わらず過半数なんですよ。で、 このビットコインの価格が変われば、時価総額ってのは一気に変わりますんでね、まあなんせビットコインが1枚でも1000万ですからね、はい、イーサレアムはそれに次いで影響力の大きい通貨になってます。えー、当時55万だったものが一気に今、40万円台になってます。 で、えー、ドミネーションも17%がーセントされているところを今15%ですからねかなり落ちてるかなと思いますねイーセリアムに関しましては、まあ、かなり売却されたんですけどもビットコインの方はやっぱり全体的にものすごく踏みとどまっているかなというふうにこのドミネーションでは見ることができますさあそして時価総額なんですけども315兆円まで落ちましたそして今320兆円におりますでこのあたりがねお戻ってきたのかなと感じさせるところです5兆円ですよ 5兆円が数時間で戻ってきたわけなんですよ。まあ確かに理想とする私の時価総額はね、400兆円を中心として430兆円から低くても370兆円と見積もっていたんで、そのあたりから考えると100兆円の下落、これはまあ、はっきり言ってね、認めないといけないところだと思いますけども、逆に言うとこれから100兆円の伸びしろが見えるかなというところです。大統領選も迫ってますしね。 トランプ大統領はビットコインカンファレンスに出たばっかりなんですけどもこういうことになってしまってもしかしたらビットコインカンファレンスでトランプ大統領が登壇することを見込んでのビットコイン買いとそれから登壇後のビットコイン売りこれによって、えー、やっぱりねビットコインで売却利益を得た人がいるとも見えるんですけどもその後やっぱりねドル円の動きですよね急速な円高と日本株の大きく下落しているその現象を見たときにもしかしたらね それと連動してるのかなっていうふうに考えなくもないです。まあ、ここではレポートっていうのを出せませんけども、あとはね、アメリカの住宅件数っていうのりありますね。住宅ローンが払えずに家を手放している人が多いんですよ。ということは、住宅ローンが払えずにだけではなくてね、もしものための暗号通貨をなくなく手放した人が今回大きく出たってことにもなりかねません。えー、というのがやっぱりね、余剰資金で買ってる人も、余剰資金が必要な まあそんなね、タイミングになると、売るんですよ、これを。で、どうしようもなくお金が余ってる人が安くなったものを、これから買いに行くっていう、バーゲンセールを買いに行くって感じですよね。そうすると、金持ちはますます金持ちになります。ただし、金持ちが買ったビットコインや住宅やその他の金融商品っていうのは、なかなか売却されないんですよ。焦って売らなくても大丈夫だからです。えー、ということで、どん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 そこが固まっていくってことになるんですよね。でいつの世のの世中もちょっっと買ってなけなしの そういった金融商品を手放さざるを得ないのはお金のあんまりない人ってことになっちゃいますだから投資におけるね余剰資金なんてそんなに、ね、持ってないですからね特にこの国ではね、うん、苦しい状況がこういったビットコインの、まあ、ランキングサイトからもね読み取ることができますよねじゃあ個別名からやっていきましょうビットコイン860万ですねこれが900万に回復していけば まあまずまずってことになります。今後どのように動いていくのか、ちょっとね、注目ですよね。3日以内に900万超えるんじゃないですか。イーサリアムっていうのは、なかなかね、回復はしないと思いますけども、この前ね、ETF の承認が下りたんですけどもね、それでも大きな後追い材料にならなかったってことなんでしょう。そしてリップルです。リップルね、案外頑張ってるんですよね。まあでも、78円か落ちちゃいましたね。で、我らが体の、えっ、ー、と、50円切るところから、今、回復して51円に。 上乗りになってきてます。これがね、60円、70円とまた戻ってきてほしいなと思うとこですけども、さあ、芝犬、0.0014円で購入した人、もう折り掛けて時代はなくなりました。0.002円を切りそうです。さあ、芝犬、頑張ってくれたんですけどね、ここら辺までで力尽きたかなっていうとこですね。はい、今日の総括は以上でございます。